見れば見るほどです。はい、さていろんなことがありますね。フランスと日本との関わりということもあれば、まあ、日本はいろんな国でいろいろとこうね、はい、つながりがあるということですが、クリートリーストウッドさんからもいただいております。和田健一さんからもいただいておりますが、今度アメリカということになりますと、なんか偉いことになってたボストンの爆弾テロということにつきましては、はい、SKB69 さんからもいただいておりますが、朝ポンで聞きましたが、ボストンの爆弾テロの犯人が特定されたようです。決め手になったのは防犯カメラだそうです。そういえば日本でも防犯カメラの映像をもとに犯人を特定とか発表されております。現代は常に防犯カメラで見張られていると考えなければなりません。小高さんは防犯カメラなくてもどこにいるか分かりますからね。それいいと思います。何でですか。ちょっとどっち見てもなんか体の端がちょっと見えてるっていうことです。マスコデラックスか。あ、そうですか。ということです。まあ、美しいから分かるよということ、どこにいても。あ、そういうことですか。そういうことです。ありがとう。はい。ワイカメキさんからもいただいておりますけれども、まあ、これ、犯人がというか、容疑者がというんですかね。はい。まあ、特定するということのきっかけとなった。だからね、そのうち捕まるだろうみたいなこと言ってますけど、うん、防犯カメラということがあった。うん、そこに何が映っていたか。濃い色のリュックを背負った人物が周辺の防犯カメラに映っていないかどうか分析を今急いでいると。絶対に捕まえてほしいと思いますということです。今ここに出てきた濃い色のリュックということですが、はい、これさっきのお便りは今日いただいたお便り、これからのお便りはちょっと前にいただいたお便りも含めながらご紹介してまいりますが、慶派の物資院慶さんですがね、まあ、この爆破事件、その後の調査で、爆弾は6リットルほどの圧力鍋のような容器を使用したもので、黒いナイロンの袋かリュックサックに入れられていたものと見られることが分かり、電気の回路基板の破片も見つかり、タイマーが使われた可能性が考えられるとのことです。また地元紙によりますと、現場で見つかった破片から圧力鍋の中には、釘とかベアリングの玉などの金属が入っていたと見られるということで、これ何のためにというのは皆さんも分かりますよね。爆発と同時にそれが飛び散りますと殺傷力、周りに傷つける力が、ただ爆発するだけでは大したことはない、はい、うん、それ以外にね、またその釘やら何やらによってってことか、はい、私も聞いたんですけども、少年雑誌の知識なんであれですけども、例えばダイナマイトを持ってですね、はい、近寄るとこれ爆発させるぞって広場でもってこうやってやってた、はい、やってるというシーンに対してというような説明がずっとあって、はい、あ、大体10メートルも離れたら大したことないと言ってましたです。あ、爆発、ダイナマイトの一本の威力によりますけどもね、はい、バーンとなるだけですから、10メートル、もう20メートル離れたらもう別に大したことない、うんうん、これ空気がバーンと来るだけですからね、はい、近くなればその空気がかなりの衝撃度になりますけども、うん、そこに釘やら小さなこの鉄の玉やらなんか入れておきますと、はい、これはもう10メートル離れてれば大丈夫という話と違います。拳銃のちょうど玉みたいな、そういうことになりますからね、うん、でそんなものがいっぱいいっぱい入ってたっていいんですよ。陰険な話ですよね、うん、で捜査当局は爆発現場近くにいたサウジアラビア国籍の男から事情聴取をして自宅アパートの捜索を行い、何らかのものを押収したそうですが、この男については容疑者ではないのかどうかということでね、うん、今調べているんだということですが、今のところ犯行声明などはない、背後関係も不明ということでありました、うん、ですからこの先ほどの話に戻りますけれども、滋賀の影丸さんですけれども、まあ、圧力鍋を使っていたということね、そして動物奇想天ぷらさんからもいただいております。その圧力鍋の破片がある、そこにはリュックサックの一部と見られる黒いナイロンが見られたと、ということは防犯カメラに黒いリュックサックを背負ったような男がいれば、そいつがということになってくるもんですから、今分析解析を急いでおりますよと、はい、でその男にたどり着いたかどうかっていうのは、まあ今なんかね、いろいろと今錯綜しております、はい、まあ、噂段階ですけどね、はいはいはい、大沢さんからもいただいておりますけども、黒いリュックをした男性をというのは、やっぱこの方も書いていただいております、はい、ガッツ一物さんからもいただいておりますが、圧力鍋、爆弾の実験の模様が、ニュース23で流されてましたけれども、はい、なんか凄まじい力がありますねということですね、うん、ほら
圧力鍋っていうのは圧力をかけてね、中の料理をちゃんとやるという、はい、圧力、あの蒸気の圧力ってものすごいもんですから、それを閉じ込めるだけの力のあるのが圧力鍋。蒸気機関車というのは、あの蒸気の力でぐわーっとあれだけの人間やら物やら運んでしまうぐらいですからね、はい、ね、あの圧力鍋うちにもありますけど、はいはい、あのいろんな、だからこそあの安全弁とか二重三重のいろんなその安全のためのこうあのスイッチみたいなものがついていて、でそれをしっかりちゃんと使えばとても便利に使えるお鍋ですよ。で逆に言うと、そういう安全弁やのないなというものを外してしまえば、もうそう危険なものになっちゃうっていうことなんですね。だから圧力鍋爆弾いうのはインターネットでもよく流れてるらしいと、どなたもそんなあの解説してましたよ。これはあの誰でもできますよって言ってました、ね、で躊躇しながらで、ネットやなんか紹介されても、まあ、こういうこと言うとあれですけども、そう紹介されてまして、えずみなこにゃって言いながら、ね、とにかくあの何がその方が言いたいかというと、だからみんな見て作りましょうじゃないんですよ。誰がでも見られるようなところにスッと手に入る情報としてあるので、あ、これやったろういうような犯人がいくらでも特定。いやだからこれ迷惑な話でね、はい、とか圧力鍋便利だから買いたいわなんて今思ってる人がですよ、はいはい、なんかこうこうやって時になんか冷たい目で見られたら嫌だなとか、なんか疑いの目で見られたら嫌だなとか、作ってるメーカーさんだってそんなために作ってるわけじゃない、売ってるわけじゃないのにとか、だから宮本先生がいつも小高さんに言ってますやん、料理はちゃんとせないかん、あんた料理なんかせえへんわいい顔して圧力鍋買ってみ今みたいに疑われるやんするから買うんだ、ね、もしかこういうやつから。そうですか、はい、はい、だからおっぱい枕さんも誰どこでも売ってるものだけに、購入の際不審がられることもないだけに、犯人として楽に作れたでしょうし、あの特定しにくい話です、こんなものを使ってね作るような人はこれも絞り込めますよというような事件ようあるじゃないですか、こんなものが付着してました、これはねもう犯人を特定するに十分な物質これなんですっていうような、そんな話と違うんですよね、作り方もみんなわかる、圧力鍋なんかどこの家庭でもあるというようなことからするとどうやろうという話です。 A69 助さんからもいただいておりますけれども、まあ、それにしても今回監視カメラの映像が不審者の特定に結びつきますねということです。空手型バカ一概一台さんからもいただいておりました。それから港のチェイさんからもいただいておりますがね、まあ、時を同じくしてということでしょうか、アメリカオバマ大統領宛ての封書に猛毒リシンが見つかりました。共和党の上院議員に続いてのことだということですが、ボストンでのテロとの関連があるんでしょうか。リシンは人間に対する致死量が1ミリグラム以下とされまして、化学兵器にも使われているものです。どちらにいたしましても、ボストンでのテロの犯人がまだ特定されてない中、他に広がらなければいいと思いますが、ともうものすごい毒で1ミリグラムですよ、ねえ、ちょこっとしたもんですもん、本当にそれがもうバーンと人間一人殺してしまえるぐらいのものが送りつけられてきたぞということです。頑張ってんじゃんさんからもいただいておりますけれどもね、ああこういうものが送りつけられている、同時多発のなんか雰囲気でしょうかね。まだこの関係性みたいなものはまだわからないとされているんですけれども、はい、はい、まあこれいずれにいたしましても A69 助さんもね、とにかく爆発地点というのはスタートから4時間後に爆発するようになっていたようです。死者3人、負傷者170人以上の惨事となったということです。ここも陰険な話ですし、ねえ、こうみんながだいたいこういうランナー、オリンピッククラスとは違いますよ、ねえ、だいたい普通の人が走りますと足に覚えがあるぞっていう人は4時間前後のあたりです、ねえ、これで僕らでも4時間で走る立派ですねって言いますもんね、オリンピッククラスの人は2時間何分っていうのが、まあこれはオリンピック最高クラスですよね、でちょっとしたら3時間、3時間で行けるの、まあ私4時間でも大したもんや、だいたい4時間ぐらいの人が多い、そこの時刻に爆発させるという、そして中には鉄やらあの釘やらいっぱい入れてると、非常に陰険な仕業がいくらでもこれ見て取れるということでありました、